ったら何するのかなってみんな思ってると思うけどね、あんまりね、あんまり会えへんねんな。恋に任せてやっちゃう。今日はね、まだレコーディングもしてないけどね。あ、じゃあオリジナルやって、そうだ、夜ミンゴではほら約束の日とか、約束の日やらない、最後にやらない、あ、そう、最後に急に忙しくなってくれる。いつもあれもやらなあかんかったっつって。いつもやな、なんかなんでそんなバタバタするんやろな、最後に。あ、いいよ、あれやらなかった、あ、約束の日終わらなあかんねと。春の日聞きたいって言ってくれた。あ、どうしよう、どうしよう、春の、じゃあ、まあ、1、2曲って言ったけど、あと5曲ぐらいやろうか。大丈夫なのか。春の日やるな。カップいらんねえ。カップなしで、
住み慣れた駅のプラットホーム、水色に挨拶、おかえりなさいと小さく揺れ、影を踏む幸せ。ありがとう。次は私のオリジナル、酔いに任せてっていう。私のオリジナルって良かったな、なんかね。昭和のスナック、バスへのスナックで歌ってほしい。あ、弾けるよ。あ、弾けるよ、弾ける。ここに来たらね。飲みに行こうかと、あなたからの電話。少し迷ったふりをしたけど、慌てて化粧を直したら、隠しきれない胸の高鳴り。新しく買ったピンクのシャツに、じゃあ約束の日歌いますか。これまた練習してないな。どうやったっけこれ。どんなやったかな。どんなやったかな。前奏な。忘れてる。全然練習して。やっぱゆきさんが弾いてくれるとええやんか。うん、あれ風には弾かれへんねえ。あ、これじゃない。違うな。やろ、うん、これでいきましょう。君がほらこんな高かったっけ。前もそれ言うたな。
確かに前もそうやって言うから。カポなしでいきましょう。カポなしでするか。はい、はいはい、いくで。君がほら話していた遠い夜空に輝く星たちはきっとほら神様が僕たちにくれた宝物さ。あ、そんなんやった、思い出してきたね。はい、どうぞ。いつまでも忘れないで、君が愛してきた人たちのこと、いつかほら話していた約束の時が近づいてる。うん、そうそうなんやったな。世界は痛みに溢れている、だけど僕らは信じてる、愛だけが全てを導く、たった一つの光だと。難しい、もうごめん。キミさん、ま、今日はね、ジェニーさんの震えるソングが見れるよ。あの、全然ダメだった、ごめんなさい。ゆきよ、いつも思ってんだよ。いつもちゃんとあのちゃんとあのビデオを見てやろうと思ってるんよ。気持ち悪いよ。忘れちゃうんだよ。おじじとな、おじじとキュンです。ギュンです。おっちゃんも入った。いまするえるくれる、おじじがいるから頑張れる。ふるえるくれる、君たんがいるから頑張れる。ふるえるくれる、ゆきおさんがいるから頑張れる。もう恥ずかしになってくるわ。
これ自分の姿映るやんか。もうほんま恥ずかしいよね。今日はジェリーさん、ありがとう、ね、今日も長時間にわたってありがとうございました。はい、ありがとう。告知はね、あのオッサンズライブっていうのがね、はい、10月の8日に決定いたしまして、うん、おじさん、はい、関西の在住の弾き語りおっさんライバーたち、はい、4名クセ強おじやじたちがゲストを交えてのコラボ配信で、コラボライブですね、はい、リアルライブをやりますので、10月8日もしご興味ございましたら、10月8日谷町4丁目あたりで、ライブバーで予定を今のうちに覚えててね。先着25名様までなので。そうなの、はい、会場ちっちゃい、結構あっちゅう間に埋まりそうやね。いやー、そうでもないんちゃう。おっさんずメンバーだけでもそんなにおらんでね。まあまあ先着順でね、25名までしか入れないんでね、はい、よかったらぜひぜひ、これからね、まだ仲良くない方、これから仲良くなって一緒に遊びに行きましょう。こんなおっさんとは絡みたくないっていう人はもう無理に来ない。おるおるおるって、あやまたちゃんもありがとう。じゃあというわけで、では皆様またお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。あ、しばちゃんまたね。ありがとう。See you, see you. バイバイ。後半戦、前半、はい、前半ね、うん、やって、今後半戦これからです。でゆる夏はね、17で配信するので、はい、なんですけどね、ちょっと設定するの忘れてたので、ちょっとお待ちください。ゆる夏がじゃあできるまで何かやろうか。やってください、お願いします。何しよう、バラードなんだよ俺の。明るい曲がないんだよな俺はな。ね、私もそうなんだけど、明るい曲やりたいんだけどね。やりたいの。うん、ノリのいい曲をね、ちょっとやりたい。なかなかね、ないのよ。ないよね、明るくていい曲って。いい曲がないんだよ。ウルフルズとかやれば、ガッツだぜとか、うん、結構声張らなあかんやんか。やめなはれも。店でやらんで大丈夫。店ではなかなか難しいんだよ、ね、あと田園やってるやん、田園。まあ、田園な、うん、田園。あ、でも誰か弾いてほしいんだけどな。あー、そうだ。明るい歌ってちょっとテンポいいもんね。野草っていう曲知ってる？知らんね。知らない。玉木さん、これ結構好きなんよ。何にもない夜空のどこかに星が降る。懐かしい季節の終わりは夢見てたあの頃のように会いたくて夜を越えて君のそばへもし行けるなら何もない僕だったのに君がいた。いつまでも風は眩しくて胸の音は君に触れた。あの時のまま星になれば夜を越えて君のそばへまだ行けるかな。時が何を
忘れ去ろうと守りたいものは分かってたのに抱きしめ合って支え合って君のために生きてゆけるなら それだけでいい君のために生きていけるなら野草っていう曲なんですけどね、まだ終わってないのか、まだやってんのか、長いな。あ、サザンの明るいって言ったら、ともっちがなんかリクエストしたやつが一曲あったな。ゆるなつさんがね、今忙しいのでね、ごめんなさいね、ちょっとね、温めときますね、会場全座しときますね。日雨の間に間に虹を見つけてそれ太陽のちゃうそぞろ歩き始めた恋の街角いつか君と訪れた日の当たる坂道はあもれ心切なく今日も風そよ吹くだけ一人季節外れの海を見つめて時の過ぎゆくままに募る思い出青い波の打ち寄せる誰もいない砂浜で夕日浴びてカモメが恋の終わりを告げるああ夢の中へ僕を連れてって綺麗な花咲くところへ黄昏も I'm alright 路傍の影は blue 夢の中でだけどそばにいて今でも忘れぬ恋なら憧れの Love's alright もう二度と会えないと知りながら涙これしんどい、これ弾きながら歌うのしんどいわ。まだやってんのか。ちょっと待ってください、ね、皆さん。あと少しごめんなさい。あ、おんちゃん久しぶりやんのね。花とるかのあれがいいやっぱり。あのおんちゃんのリクエストのやつも。おんちゃん久しぶり。おんちゃん久しぶりって昼夏が。やっとできた。犬のさん準備できましたね。やっとできました。ごめんなさいね。私はあのワンセブンの方でちょっと今日は配信、この後半は配信させていただきます。おんちゃんのリクエストあったら10秒以内にリクエストしてくれたらおんちゃんのためだけに歌うわ。私もチラッと映りたい。あ、映って映って。おんちゃん何リクエスト、あの玉木さんやるよ。どこ、この配置だったっけ。え、何？向こうの羽やる？じゃあ向こうの羽やって、あの普通に戻るわな。玉木さんが作って、番組で作った曲で KinKiKids のあの、やった、あの堂本兄弟かなんかで、あれに玉木さんゲストで来て、うん、で作った、そこで即興で作ったやつを KinKids の歌にしようって。すごい。
えないんだな。忘れないでいたのは目の前に何気ない瞬間に笑った君をずっと僕が見てること何もしなくていいんだいつも君の隣で何年も何時年も優しい気持ちのまま見つめているよ愛してる聞いたことある愛してるって細い指先そっと僕に触れた聞いたことある君だけを元気が歌ってるのはもうちょっと思い出せないけど壊れかけた心は間違えた熊切れ込んでしまった闇の中で熊切れ込んでしまった聞こえたものを紡いだ羽ばたく痛みと胸に募る思いは何度も何度でも夜の海にきらめく月明かりのように愛してるむちゃくちゃ愛してるって淡く切なく揺れる瞳濡らしたあれ白い羽あれ打ち切りだろちょっとワンセブ忙しいなポークしなかったあきにゃん何度も何度でも夜の海にきらめく月明かりのように何年も何十年も優しい気持ちのまま見つめているよな愛してる愛してるって細い指先でそっと僕に触れた君だけをかっこいい歌だね今無垢の羽という玉木さんの歌をジェリーさんが弾いてくれております歌ってくれておりますおやはだだかっこいい歌だねこれおんちゃんがリクエストしてくれて練習してんけどねキンキキッズは知らんねんけどキンキキッズはもう全く思い出せないねもうジェリーさんの歌を聴いてたらキンキキッズキンキキッズと全然違うけどね多分きっと違うやろな、うん、聞いたことないから、うん、聞いたことないか玉木さんのやつを聞いて玉木さんとしか聞いたことない